じゃあすいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今その北朝鮮で金正恩氏をずっとウォッチされてて何か感じることがある？ちょっとね、最近やってることとか言ってることがね、おかしいですね。おかしい、うん、まあ元気になってね、もう一人で全てをもうやってる状況ですけれども、このような調子でやっていくと国めちゃくちゃになるんじゃないかな。いや本当に生産現場に行ってこうしろとかああしろとか言うと混乱するでしょ、現場が、はいはいはい、うん、しかも彼がやってるのを見てると、こうある時はもうミサイル発射にも夢中になってね、うん、子供みたいにこうやって、である時は潜水艦にまた夢中になってね、うん、で最近は何かこういうスマートファームですか、その野菜を育てたりとかね、何か人民生活に力を入れているというふうに報じられてますけれども、問題は北朝鮮の発電量ね、電気はですね、そういう室内で野菜を育てられる状況じゃないんですよ。今北朝鮮がもう大至急解決しなければならない問題は、まず発電所を何とかする必要がある。しかし発電所はですね、例えばタービンとかその発電機で、それとかは部品を交換するレベルのものではなくって、そっくり入れ替えなければ使い物にならない状況、もはや修正が効かなくなっている状況なんですね。なのにそのような基本的なものを解決せずにね、ここに何か電気をたくさん食ってしまう、そういう室内温室を作れとかね、彼がやってるのはもう経済権利に全く合わないと私は思ってる。それがもっと危険なのは、そういうことに誰かが文句を言う必要があるし、あるいはもうちょっと国家全体を立て直すにはどうすればいいかということを議論してですね、それでまあ着手すべきですけれど、もはやこの国はその段階は特に過ぎてるし、それと金正恩が今やってるのは、その金日成、金正日を何か消そうとしてるような気がするんですよ。単純に考えてね、彼が指導者になったのは、彼が特別な能力があってね、いたからじゃないんですよね。なぜだっていうのは誰もわかるでしょう。お父さんがこれだって言ったから指導者になった。自分を指導者にしたその権威を否定したら、自分を否定することになるじゃないですか、そのうち。それとこの北朝鮮という国は、この70年以上ずっと追求したのが祖国統一なんですね。それが唯一の目標。しかも彼らがそれになぜこうみんなが頑張ったかっていうと、今北朝鮮は本当にもう苦しい生活がもう悲惨なんだけれども、それでみんな我慢してついてきている意味は、この今は苦しいけれども、いつか統一すればね、南と統一すれば一気に楽になる、生活も良くなると思って頑張ってる。特に幹部とかもそうだと思うんですが、それも完璧に切ってしまったんですね。統一ない、韓国は同じ民族でもないというふうに言い出してね、そういうのはね、彼のような人間が独断で決めてなければ、そのようなことにはならないんですよ。だから今
こう意思決定システムがおかしくなってるんです。金正恩、最近で言うと住宅建設かなんかの現場とかになんか出てきてましたよね。ああいったのもなんか突然ああいうふうになったっていうようなじゃあ感じ。その実はですね、平壌に毎年1万世帯の住宅を作るというふうに言いましたよね。それはね、私が今から約10年前に書いた「金正日語録」の中に詳しいこうくだりがあるんですが、金正日が実は死ぬ前にね、1年か2年ほど前に金正恩に、住宅建設を担当してね、平壌にこういう町を作るようなことをしろというふうに彼に権限を渡してたんですよね。その時金正日が立てたスローガンというのは、平壌に10万世帯住宅を作ると。まあ10万世帯ですよね。それが金正恩に任せたら一向に進んでないんですね。それで金正恩は裏で、自分の親父をね、ヨンガムと言いますけれどもね、おじいという言葉になるかな、まあ、あいつはお金もくれないで、やれやれと言ってもどうやってやるんだっていうふうに文句を言ったっていうような話もあってたんですよ。だからそれが一向に進んでなかったのを、今やっとまあやりだして少し成果が出てるから、それを成果と見るべきか、まあ一つの国がね、1万くらいの1万世帯のマンションですよ。つまり、1万棟じゃないですよ、ビルをね。それを自慢するようでしたら、この国はね、本当にどれだけこう経済的にこう小さいのかっていうのが分かる。つまりそれも彼が視察に行ってこう見てると、あ、立派だなというふうにみんな拍手したりとかすると、それがいい気になる。そういうことを今やってるので、どん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 国はためになっていくような気がするけどね。金正恩氏の方針がもうあっちに行ったりこっちに行ったりっていうような今そう感じられてる。人民生活改善に力を入れていますというふうに見せてるんですね。今までずっとミサイルぶっ放したりとかしたじゃないですか。そこで多分住民には戦争が今にも起きるかもわからないから我慢しろ我慢しろと言ってやってきた。それがもう限界に来てね、戦争起こらないじゃないかと。じゃあ逆に早く我々が食べられるものとかね、それを先に解決しろというような、そのような雰囲気だと思うんですよ。だから今まだやってるふりをするのが、温室農場とかマンション建設現場とかね、人民生活に力を入れてると。で、それをそのような報道を見てる西側諸国の専門家たちは、金正恩が民生ね、住民の生活に力を入れ始めてるんだとか言ってるけれど、はったりですよ、あれは。本気で解決するならそういうことしない、違うことすべきでしょう。今年に入って日本も日朝会談をできるのかっていうようなちょっと期待を持ったらやっぱりもう二度と会いたくないと言われたり、すごくこう北朝鮮なんか振り回されてるような感じがするんですけども、日本に対しては何かこのやっぱりその方針もなんかあっち行ったりこっち行ったり言うっていうような感じなんですか？実態はね、金与正の談話を読むとね、この兄弟2人が相談をするんですよ。我が指導者様の心の中を私が知る由もないけれどもっていうふうにわざと書くのは、それはお兄ちゃんと相談せずにそんなことを書かない。
ただ本当に会う気になってそれをしたのかというよりは、今北朝鮮がやっぱり閉塞状態を打開すべき段階に来てるんですよね。そうした場合にやっぱり中国、ソ連とかだけじゃなくて、これからアメリカとかとも話し合う必要があるので、その場合に日本と先に始めた方が手っ取り早いし、雰囲気的にもいい。しかもアメリカも日本とのその問題解決しない限りは進展しないというのも彼らも分かってるから、日本に意向を打診してきてるんですよね。ただ彼らからするとこの拉致問題を解決しようとすると、この拉致問題は人権問題なので、仮に一部解決したとしてもですね、北朝鮮の人権問題が瞬く間に世界の話題の中心になるんですよね。この人権問題は北朝鮮のアキレス腱でもあるので、絶対これは騒がれたくない。なので、最初から彼らは拉致問題と核問題を言わないならあってもいいよというふうな感じですよね。しかし日本からするとこの2つの問題なしで金正恩と会う必要ないじゃないですか。それこそ本当に振り回されてるんですね。まず大前提は日本は絶対彼らのペースに乗ってはならないんですよ。で、彼らは日本が早く解決したいというその足元を見てるんですね。しかし彼らからするとまだ絶対譲れない線がある。拉致問題を持ち出したらですね、仮に一部解決してあげたとしてもこれが人権問題となってですね、瞬く間に日本の世論はもうずっとこの拉致問題持ちきりになるし、全世界でもうこう話題になるから、どうなるかわからないから、これは絶対触りたくないんですよ。それと核問題だって彼らの頭の中では日本と話すべき問題じゃないんだということなんですよね。なので、これを抜きにして日本をある意味悪く言えば利用してみようと。そこでなぜ利用するかといったら、金正恩が今プーチンとか習近平とは密にこう連絡取ってるけれども、西側とは話ができない状況ですね。だからとにかく日本なら話に乗ってくれるから話をしてみせて雰囲気を作って、それでこれからトランプさんになった時にトランプさんに会うとか、そのようなことを考えているはずなんですね。そこで日本に投げてみた。それで日本はもう今拉致問題でですね、先代拉致被害者の親世帯が高齢だし、日本は焦っているだろうと。だから投げてきたんだけれども、日本は岸田総理が前提条件ないと言いつつも、やっぱりこの2つの問題なしには応じられませんよね。だから日本はその通りに言ったら、多分金正恩が自分の妹に「日本はどう言ってる？」って言ったら、絶対受け入れられないというふうに官房長官が言ってるようだよって言ったら、やめとけって言ったら、まだその翌日はやめるというふうにしたと思うんですよ。だから日本はですね、絶対原則曲げてはならないですね。しかもこの2人の遊びに付き合っていっちゃダメだとして無視するわけにいかないので、そこが悩ましいところですね。日朝首脳会談が取り沙汰された同じ時期に、サッカーも平壌に入れるって言ってやっぱりやめるって、あれ何だったんですか？だから金正恩普通じゃないんで、ないんだってば。金正恩普通じゃないと思うんですよ。ただそれもね、
合理的な推理をすれば、いざ国際試合をやろうとしたらね、本当にその国は今悲惨な状況なので、これもない、これも必要、お金も必要、もうだから下の人間たち、お金にならない話をやりたくないわけですよ。そこで何か口実を作ってやめたいんだけれども、そこでまあ見つけたのが日本で今何か伝染病が流行ってると。でそれを多分上に日本でこのような伝染病が流行ってる、我が革命の首都平壌を死守しなければなりません、それは偉大な首領様の安全と関わるからっていうふうにして、やめるべきですか、べきですかっていうふうに多分提案して、それでまあ許可をもらってやめたんじゃないですか。そんな中、今年の4月には中国のナンバースリーを受け入れましたよね。あれについてはいかがですか？それはまあ今年、上中人親善の年、友好の年ですよね。だから、まあ、お互いに行ったり来たりとかするのはそんなに、特別なことじゃないけれども、まあ、今回中国のナンバースリーが行ったということは、多分ロシアが今北朝鮮と何かいろんな交流をしてるじゃないですか。だからそこに探りを入れるのもありますし、まあ北朝鮮にある意味昔から言ってる情報のお互いの疎通、情報交換、これも3つにしましょうという、そのような意味で、中国はまあ、大砲弾を発見したと思うんですね。だからこれで中朝関係が劇的に良くなったとかそういうものじゃなくって、ロシアと北朝鮮の関係が今かなりこう過熱している状況の中で、中国が蚊帳の外にいるわけにいかないから、まあちょっと誠意を見せたという状況だと思うんですね。この北朝鮮外交というのは常にロシア、昔はソ連と中国、今はロシアと中国の間でこう二股外交をやってるわけですけれども、それ二股外交してるというのを分かりつつも、中国もそれに付き合わざるを得ない状況ではありますよね。それにしても今年は与正氏の名前を、報道とかで見る機会が非常に多いと感じてるんですけども、そのあたりはいかがですか？与正しか頼れる人いないんじゃないですかね、金正恩に。それが一つ。もう一つは北朝鮮が過激な言葉をたくさん喋りますよね。官僚たちが、労働新聞とか、みんな見向きもしない、まだかと。それが金与正の口を借りるとね、面白半分、まあ、みんな注目しますよね。だからそういう意味もあって、で、ヨジョンが出しゃばってるという状況だと思いますけれども、ヨジョンのこの地位に変化があるようには思いませんね。今なお彼女は、その正式には労働党中央委員会副部長。ただまあ昔からその彼女の地位が高くなったとか低くなったというのと関係なく、金正恩の意向を一番よく知ってて、金正恩に一番近くて、金正恩が一番頼りにしている人ということには変わりがないので、だから自然とその金与正の出番が多くなっているような気がしますけどね。韓国の総選挙、野党が勝ちましたけども、事実上勝ちましたけども、これ北朝鮮にはどのような影響が？北朝鮮の希望通りにはなっていると思うんですね。ただ北朝鮮が
いまいち満足できないのは、できればユン・ソギョルを引きずり下ろしたい、弾劾してね。だからこれからも工作は続くんじゃないですか。与党から8名を買収すれば弾劾できません、できますからね。だからそのような危険性はあります。だから北朝鮮はできればユン氏を引きずり下ろして、対北朝鮮政策を転換させたいという思惑があると思いますけれどね。新聞にそのようにはっきりと書いてますよ、労働新聞に。最後に、もしトラってずっと言われてるじゃないですか。あれ、トランプ氏が大統領に返り咲いたら北朝鮮はどうなります？交渉は持ち込むんでしょうね。ただ結果的にはトランプにやられると思いますけれどね、北朝鮮が。北朝鮮はうまくトランプを騙して、今の北朝鮮の核とかを認めてもらって、それでそれ凍結した状態で制裁解除を求めるとかね、そういうのを考えてると思うんですけれどね。ただトランプの周辺ではそのような考えを持っている人たちもいるようなんだけれども、どう考えてもそれは国際社会の、日本がまずそれ許しちゃならないんですね。核、今の状態を凍結するということは核を認めることになるから、それ絶対ダメ。やっぱり北朝鮮の核は CVID というか、完全かつ後戻りできない、非核化、これをずっと求めていくべきだと思うんですね。だからトランプ大統領は政治家でありながらビジネスマンでもあって、その時々の状況が自分にどの方向に行った方が自分に有利かということで判断すると思いますけれども、まあ、北朝鮮を容認してトランプにプラスになることはまずないと思うので、その辺は北朝鮮問題ではトランプになってもそんなに心配しなくていいと思いますけどね。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。情報ライブミヤネ屋は月曜から金曜午後1時55分スタートです。